皆さんこんばんは。スリーピースチャンネルのともです。りょうたです。しおんです。前回花札で勝負してもらって、はい、まあ、あの時はあれりょうたが勝ったんだっけな。見事な大逆転勝利で負けました。ねえ、そう、メイクドラマみたいな感じのゲームだったね。もう最後の1枚あれを引いてね、俺がもう大逆転っていうかね、まさかの負けちゃった、はい、やっぱりなんか面白いこと起きたね、で、まあやっぱり周りから言われて好評だったんで、はい、第2弾です。第2弾見ました。ありがとうございます。はい、第2弾はオセロです。オセロオセロはもう概要欄にルール貼らなくてもいいんじゃないかぐらいのレベルかな、うん、みんなね、ルール知ってるよね。みんな知ってる。挟んでひっくり返す、ただそれだけ、数の方が勝つだけ、うんうん、っていう感じで、第2弾のオセロもう早速、勝負していきましょう。はい、はい、3、2、1、ゲームオン。スリーピースチャンネル、お願いします。お願いします。じゃあ、グーじゃんけんぽい。はい、ポジション高校で、はい、高校ってことは、あ、いや、これあれか、私が黒ね。そう、なんで分かってる、リアルに書かれた私からね、じゃあ、ちっちゃいからね、分かんねえな、最初とかどことか、マジでマジでわかんない。え？もうまだわかる。そんなに変わらないここで。もうじゃないの。みんな集中しすぎる。考えても分かんないんだからさ、いいか別に、うん、行くしかな。この時点で決まったりとかするの分かんないんだよね。私もオセロはね、得意じゃない。得意じゃない、うん、大体いつも最後で逆転されて負ける。途中まではいいんだけど。途中まではいい。そうそうそう、途中のゲームじゃねえかも。そうそうそう。最後のね。どうしよう。私も迷ってきた。でも考えてもあんまり分かんないから結局あれなんだ。バカ丸出し系の会話しかしないけど。わかんないね、確かに、うん、置いたんだっけ俺今。ん？ここ置いたんだよね。あ、こう、え、切れたね。怖いんですけど。私もしかも全然分かってなかった。何にも見えてない。え、大丈夫？二人ともこれ。なんかさ、縦だけ見てたら斜め忘れるとかさ。うん逆もしかり。初心者感が、初心者とかじゃないよね。いや、これ何でもできるゲーム、人生では何度もやってるはずなんだ。
上達はしないよね。まあ、やんないからな、普段から。普段からやらないからなのか、何も考えてないのかですね。あんまり痛ないですね。あ、いっぱい取るじゃん。途中は関係ないから。え、いっぱい取るじゃん。え、いや、いいの、いいの、それで俺。こっちの方はあんま使ってないけど、いいの？あ、いやいや、でもない。こっちじゃなくて、こっちの方はあんま使ってないけど。どこにいたんだっけ、私。これ？あ、ここ、あってあってあって。あ、コームか。あ、そうか、そうか。いっぱいなっちゃったじゃん、黒。いや、そうでも、やっぱあれだね、縦見ると横忘れて。横見ると斜めと。斜め忘れてんの。赤じゃない。視野狭い。どうしたらいいの？どうしたらいいの？放送したかったつもりだったんだけど、そこやっちゃうとダメだし。これこっちかじゃあ次は。なるほどね。いいの？そんなの撮っちゃって。うん。え？なんかやばいな。オセロってさ、どの段階でさ、勝ち負けもう決まってるんだろうね。わかんない。そういうの逆転とかある。何これ。なんかでも置けるとこはまだあるから。から考えてるの。考えておる。うん、置けるとこあるから考えてるの。
でもやっぱあれだよね、角を取っときゃいいとか思ってるね、うちもね、多分これね。そりゃそうでしょ、うん、どっちだ。あら、そんなになくなっちゃう。でもなんだけど。うん。そうなんだけど。なんでどうする。なんかさ、うん、こんなにこの端置きたくないっていう。え、でも塩もう置くとこ限られてんだよ。そうそうそう、ちょっとどこに置けばダメージが少ないかも。どうしよう。もう4つ4か4か所3か所か、そうそうそう。なんだけど、いや違う違う違う、いいよ、そこの角は上げるよ。もう角じゃねえんじゃねえかな、取るべきは。ああ、なるほどね。いや、でもこっちはダメだ。こっちか、そしたら。え？角取ってもしょうもない気がするな。うん、こっちはダメか。あ、ここ、まずいじゃん。ここで塩のプレゼントしたことあるじゃん。なんで？でも1個でしょ。そうだよ。ここをこう置いといた方がいい気がするんだ。そうすると、どこ？もう置くとこないからね。ここしかない。ここしかない。そうだな、ここもあるここも困るわ。ここも困るわ。ここは置けないでしょ。ここは置けるでしょ、こちらも。なんで？え、私黒だよね。あ、黒じゃん。頭おかしなってんだよ。俺が置けるとこ行ったら今ね。なんで分かんなくなるか。ちょっと待って。黒だよね、私。待って待って、怖いんだけど。ごめんごめん。あ、ここしかないよ。だからここか。
もしかないんだよ。合ってたじゃん。なんなの？え、でしょ？そう、ここしかないじゃん。怖いんですけど、本当に。これただここだよね。そう。で、俺がここ。うん。ねえ、これ気になるじゃん、ちょっと。あ、まだまだ。今来ると。これやばくない？私。でもカード2個取ってるから違う。いや、そうじゃなくて、置ける場所がないんだよ。あ、ないんだよ。うん。なんだ。また両手で。やばい、負けたわ。置けないもん。また。あ、置けるのか。置いたところで。あれ、これ待って、最後にシオにプレゼントしようかな。で、1個なくて、黒置きます。ここが黒になる。え、めっちゃ。あ、でも、リョータのこっちか。完全に。いや、わかんない。俺にはもう。あ、こういったのかな。え、あ、そっか、うん。終わり。はい。じゃこれは。数えましょう。どうすればいいの ?1 個ずつ、1。あ、見てやる、うん、いきます、はい、ここも黒は私ってことだよね。プラス1黒をしたから、はい、1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 24 25 26 27 28 やる最後で28 38。全然負けた。勝ち！負けました。ありがとうございました。